今日はマストバイの日本株、今が仕込みどころということで、中期目線で買いたい日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは。お金の学校校長の今川和明です。4月以降株価のアップダウンが大きくなってきている日本株市場なんですけれども、5月に入ってからも引き続きアメリカの長期金利の動向、ドル円為替相場の動向、3月決算企業の決算発表の内容から株価が大きく動いています。1月の新NISA スタートから3月頃までは持っていれば勝手に資産が増えていくというような状況だったんですけれども、日経金株価が頭打ちになってからは手をこまねいているという投資家さんも少なくないのではないでしょうか。そんな方にお役立ちということで、前回の短期目線に続いて今回は中期目線で購入を検討しておきたい日本株5銘柄を紹介していきます。先月同じテーマで動画をお届けした際にピックアップしたシップヘルスケアホールディングスなんですけれども、早々に株価を上げまして、この1ヶ月で 15% ほど上昇しています。2024年3月期は最高益更新の予想が出ている一方で、株価は下がっているというギャップからピックアップしたわけなんですけれども、早々に上昇して良かったです。今回ピックアップする5銘柄からも高パフォーマンスを出してくれる銘柄が出てきてくれることを期待しておいてください。ピックアップした5銘柄の着目ポイントや今後の見通しなどについてお話ししていきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは紹介していきます。トップバッターで紹介するのはシップヘルスケアホールディングスです。古川邦久会長がアメリカのアメリカンホスピタルサプライ社にヒントを得て創業、病院向け建築設計から医療機器、医療設備、医療システムの販売、運営管理など医療機関向けのトータルプロデュース事業を展開する企業です。 SPD 事業や調剤薬局、有料老人ホーム事業も行っています。国内で競合企業はほとんどないのが特徴でして、M&A を断続的に行って規模を拡大させています。大阪ジュエル市センターやバングラデシュ国立病院などの実績がありまして、建設から運営管理まで請け負う一貫受託事業を育成中です。バングラデシュの病院は心臓外科の開設など診療科を増設しながら順調に規模を拡大させています。シップヘルスケアホールディングスの本日の終値は2437円50銭で、年間配当金は53円を予定しています。よって配当利回りは 2.1% となります。ちなみにシップヘルスケアホールディングスは株の集大制度を行っていません。まずは長期チャートを見ていただきますと、株価は過去最高益を達成した2021年3月期をピークに上値を抑えられながら下落してきています。同時期にここですね、株式分割を実施していまして、需給バランスが崩れたのも良くなかったのかなと思われます。株価がピークをつけて以降、業績が悪かったのかといえばそうではなく、業績は増収、利益は横ばいと、まあ安定感はあったと言えます。2024年3月期は最高益更新の予想で、その一方で株価は下がっているというギャップから先月に続いてピックアップしています。先月ピックアップしたのがちょうどこのあたりなんですけれども、まあこの頃から比べますと 15% ほど上昇しているという状況です。2025年3月期も病院の再編やリニューアルなど大型請負や新規契約の病院が増加することで増収増益の見込みとなっています。株価が上昇したものの、好業績の見通しから現在の株価水準で PR は 15.3 倍と割安ですし、月足チャートを見ていただいても割高感はないと思います。高齢化社会がテーマになれば浮上する銘柄でもありますので、話題一つで2022年11月につけたここですね、2908円を目指した展開も期待できそうです。2銘柄目はテクノプロホールディングスです。テクノプロホールディングスは技術者派遣業務を主力とする企業です。機械や電気、電子、ソフト開発、生化学など幅広い技術領域で派遣、請負事業を展開しています。主要顧客は自動車関連や産業機械、 IT 関連会社などで、 R&D 分野などへの派遣がメインとなっています。足元では顧客企業による OJT を前提とした未経験者への需要が増加しています。また、専門子会社で建築施工管理の派遣も行っています。海外では中国沿岸部に拠点を持っていまして、現地に進出した日系企業向けを中心に事業を展開しています。テクノプロホールディングスの本日の割値は2823円で、年間配当金は80円を予定しています。
よって配当利回りは 2.8% となります。ちなみにテクノプロホールディングスは株の集大制度を行っていません。まずは長期チャートを見ていただきたいんですけども、株価は業績の拡大とともに右肩上がりの上昇を遂げてきています。ただ2022年11月の4150円、ここをピークに株価はおおむね2000台後半から、3000台後半、この幅広いレンジでの行ったり来たりの動きが続いています。足元では2000台後半での動きが続いてはいるんですけども、それでも今期は過去最高の業績を更新する見通しで、現在の株価水準で PR18倍と、業種平均 PR27.9倍と比較しましても、かなり割安感が出てきたように思います。そしてテクニカル面ではご覧いただいている週足で、中期的な押し目に差し掛かってきているように思いましてピックアップしました。好業績に伴って増配も続けてきているのは好感が持てますし、業績拡大によって人手不足が続く製造業向けにも強いことから、投資家から再評価される余地というのも出てきていると思います。ボックス圏の下値ラインから再び3000台戻す展開に期待したい銘柄です。3銘柄目は浜松フォトニクスです。浜松フォトニクスは光関連で高技術を持っていまして、主力製品である光電子倍増管で世界シェア約9割を持つ企業です。超微弱な光を検出できる超高感度光センサーで、医療 X 線用、半導体製造装置用、学術研究用など様々な分野で利用されています。2002年のノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊さんの研究にも貢献したことで話題になったこともあります。その他、光通信用デバイスや画像処理、レーザー計測のシステムなども手掛けています。直近ではメモリー向けが主だった半導体の故障解析装置は、ロジックパワー半導体向けにも用途が広がって拡大傾向にあります。水質検査などにも使える小型で低価格の分光器を開発しています。浜松フォトニクスの本日の割には5363円で、年間配当金は76円を予定しています。よって配当利回りは 1.4% となります。ちなみに浜松フォトニクスは株の集大制度を行っていません。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価は昨年前半ぐらいまでは7000台をつける場面というのも何度かあったわけなんですけども、5月に上場来高値7590円をつけてからは失速してきています。直近発表された2024年9月期第1クォーターの決算発表で減益見通しを発表したのが嫌気されて、2年ぶりの安値圏に突入しています。足元では今期の経常益の下方修正を受けて株価が下落しているんですけども、ただ年初来安値は割り込むことなく悪材料を織り込んできたと思われます。ここまで下げてきたことでテクニカル面で中期レンジの底と見ていいかと思いましてピックアップしました。浜松フォトニクスは光検出機器関連で突出した技術力がありまして、光関連事業で世界最先端を走っています。自動運転の実現で注目を集めるライダー関連株としてもピックアップされておりまして、世界的にも存在感がある企業であることから、海外投資家の見直し買いにも期待が持てます。海外売上比率が 77%、 アジア、欧州、アメリカと地域的にもバランスがいいのが特徴で、円安傾向なども追い風となりそうです。ボラティリティが大きい銘柄ではあるんですけれども、アップダウンを伴いながらの7000台の戻しに期待したい銘柄です。4銘柄目は東京建物です。東京建物は旧安田財閥系の総合不動産大手の企業です。主力はビル賃貸で、晴れ座池袋、大手町タワーや東京スクエアガーデンなど都心高層ビルを多数保有しています。東京八重洲1丁目、渋谷2丁目では大型再開発が進行中です。マンションはブリリアブランドで展開しています。近年はオフィスや物流、商業施設など収益物件の開発と売却を繰り返す回転型ビジネスに注力しています。海外でも中国やタイ、インドネシアでマンション開発を行っています。市場の安定性を踏まえて新たにオセアニアや欧米での展開も検討中です。東京建物の本日の割値は2533円50銭で、年間配当金は79円を予定しています。よって配当利回りは 3.1% となります。ちなみに東京建物は株の集大制度を行っていません。長期チャートを見ていただきますと、株価はアップダウンの大きな銘柄ではあるんですけども、コロナショック以降は下値を切り上げながら右肩上がりの上昇を遂げてきています。そして直近の株価の動きに目を移しますと、3月以降の不動産株上昇の勢いに乗って1段階上げたんですけども、4月以降は2600円、ここを挟んで行ったり来たりの動きが続いています。
業績は今期も引き続き好調で過去最高益を更新する見込みとなっていまして、今後の展開としてはファンド運用子会社が物流施設リードの投資法人を設立しておりまして、アセットマネージメントによる収益拡大が見込まれています。直近でも野村証券が目標株価を3010円にまで引き上げまして買い評価をしています。現在下落した局面で配当利回りも 3% を超えておりまして、中長期目線で押し目買いのチャンスと思いましてピックアップしました。テクニカル面でも下髭を大きく引っ張って、株価の力強さというのも証明していますし、現在の株価水準で PR も11倍と、業界ビッグ3の時点に位置する東急不動産や野村不動産と同じぐらいの水準です。低バリエーションに加えてインフレに強いセクター特性もあることから、まだまだ上昇余地がある銘柄だと思います。最後に紹介するのが東京電力ホールディングスです。東京電力ホールディングスは首都圏を基盤とする国内電力供給の3割を担う国内電力最大手の企業です。家庭向けガス販売にも参入しておりまして、総合エネルギー企業となっています。洋上風力など再生可能エネルギー開発も本格化しています。昨年末には長崎県西海市沖プロジェクトなど2案件を獲得しています。持ち株会社制に移行後は業界に先駆けて発電、送電を分離。燃料火力発電事業は中部電力との合弁会社に統合、国際展開も本格化しています。一方で2011年3月に起きた福島第一原発事故の賠償や廃炉費用は20兆円規模に膨らむ見通しです。賠償費用は国の原子力損害賠償廃炉等支援機構の交付金で補填する一方、特別負担金を通じて超長期で返済する計画となっています。直近の台では昨年末に原子力規制委員会の運転禁止命令は解除にこぎつけたんですけども、直後に能登半島地震が発生しました。地元の同意取り付けなど再稼働への道筋の見通しは厳しくなっています。東京電力ホールディングスの本日の割値は937円20銭で、配当金株の収益はなしの企業となっています。長期チャートを見ていただきますと、株価は東日本大震災以降低空飛行が続いてきたわけなんですけれども、2022年以降からは上昇傾向になってきています。これは原発再稼働への期待と AI による電力需要増加期待が追い風となっています。世界的にも膨大な計算が必要な生成 AI の利用拡大を背景に、データセンターの電力消費量が急増しています。国際エネルギー機関は2026年の電力消費量が2022年から最大で 2.3 倍になるとの試算も示しています。データセンターの新設が相次いでいる日本国内でも電力契約が急増しておりまして、これが東京電力の株価押し上げ要因となってきたということで、先月短期目線で狙いたい候補として紹介していました。ただそれまで期待値で上昇してきた分、息切れしたかのように、出来高も減ってきまして、現在は1000円を割り込んできています。75日移動平均線と25日移動平均線、ここの間で推移しておりまして、75日移動平均線が下支えする形で反発も期待していけると思いまして、中期目線として再度候補に挙げておきます。まだまだ期待値だけで動いていく銘柄だと思いますので、東日本大震災前の水準まで一気に戻すという展開にはならないと思うんですけども、再びここを下支えラインとしまして、1000円台の復帰を期待して購入を検討しておきたい銘柄です。今日のまとめということなんですけども、今回は中期目線で期待ができそうな日本株5銘柄をピックアップしました。順張り逆張りの両面で中期的な目線で注目しておいていただけたらと思います。それぞれの投資スタンスについてもお話ししましたので、ピンときた銘柄についてはぜひあなたの監視銘柄に入れておいていただけますと幸いです。次回は長期目線で狙いたい日本株をピックアップしていきます。お金の学校では引き続き注目株のピックアップや株価予想などの動画をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだという方は次回の動画も見逃さないよう、チャンネル登録とその隣のベルマークへのタップをよろしくお願いします。